はい、こんにちは、イトチャンネルです。 4月の28日、日曜日ということで、ゴールデンウィーク2日目だったりするわけなんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかいやーね、初日はね、結構その、溜まってた映画とかね、海外ドラマとか見てね、まあ、なかなかずっとね、1日中見て疲れてたんですけども、これはこれでね、結構充実した1日過ごしたな、と、見たかったの全部一気に見たんですけれども、結構ね、面白かったですね。あの、万引き家族とかね、今更っていう話なんですけど、万引き家族 とか面白かったなぁなんて思いますしあとね海外ドラマのフォールアウトなんていうのを見たりとかね、えー、結構ね面白いなっていうのをねたくさん見ましたが皆さんどうでしょうかね是非、えー、ともといった感じなんですけどもで私ねあの動画見てるとねお腹空くんですよやっぱりね <laughs> お腹空くんでねラーメン屋にねラーメン食べに行ったんですけれどもうちの近所にね美味しいラーメン屋さんがあってチェーン店なんですけど美味しいラーメン屋さんがあって で、そこをね、お昼時行くとね、やっぱ混んでて、並ぶんですよ。で、まあ普通に並ぶだけじゃなくて、なんかね、玄関入り口のとこにね、あの、タッチパネルを置いてあって、そこであの、予約っていうシステムに入れて、並ぶみたいな。 うん。そんな感じのシステムだったんですけれども、ちょうどね、僕がね、予約取って座ってたら、あの、ほんと、ヨボヨボの、ちょっと元気の、元気があるんだけど、ちょっとヨボヨボめのね、あの、70代ぐらいのおじいちゃんがね、そのラーメン食べたいのがね、僕の隣にポって座ったんですよね。で、あの、特にね、タッチパネルに操作してなくて、あ、もう事前に、なんていうか、予約してやって、あともうちょっとの番だからね、えー、呼ばれる番だから来たのかな、なんて思って、えー、あ、そうなんだ、特に操作せずならない。

ってずっとね、揉めてたんですけれども。<laughs> だからね、単純にね、タッチパネルの予約してなかったんでしょうね。<laughs> 予約ね、えー。してなくて、なんで俺より後に来たやつが先に入ってんだ呼ばれてんだって怒ってたんですよね。<laughs> まあ、まさにね、このシステムに順応してないおじいちゃんっていう感じなんですけど。<laughs> はい。で、店員さんが来てね、そこでおじいちゃんが暴れて、暴れてるっていうかちょっと叫んでるから、店員さんが来てね、あ、これタッチパネルで予約しておりますとかって、知らねえよ、そんなのとかっつってね、<laughs> 普通こんなの使わねえ よとかって言ってね、えー、すっげー怒ってたので、ね、見かけて、店員さんがね、まあ、予約あのしてくださいねって言って予約入れて、またおじいちゃんを静まってね、えー、並んでたんですけれども <laughs> で、で僕もねその後ラーメン到着して、えー、食べ終わって。 えー、出てきたら、まだね、そのおじいちゃん並んでたんですけどもね。<laughs> はい。まあ、なかなかね、<laughs> あの、やっぱこのシステムに順応できないっていうのがね、今、老害だ、老害だって今いっぱい言われてますけども、その、やっぱね、ご老人になるとね、そういう細かいとこ見えないんですよね。だからね、誰かやっぱりね、そのシステムをポンと置いとくだけじゃなくてね、えー、なんか親切に丁寧に説明してくれる、えー、そんな感じのね、えー、方がいるとかなりこのご,ご老人の方もね、えー、システム 順をしやすくなるのか皆さんね、あの、老害だ老害だって、もうね、思うかもしれないんですけど、そういうところありますんで、皆さん、えー優しい目で見ていただければなと思います。 はい。で、今日はね、何をするかというと、バングットさんのね、えー、ゴールデンウィークセールの話をしていこうかなと思います。で、今ね、まあ、皆さん買い控えいろいろしてると思うんですよ。円安がね、進みすぎて。今ね、158円だったかな ?1 ドル158円とかになってるんですけれども、バングットさんはね、それを考慮して、えー、日本でのね、えー、販売といったところには、ドルで安くしていただいてるという状況です。だからね、そんなにね、バングットさんで買い物するのには、 そんなにあの、円安の影響を受けてないかなと、ドルで安くしてるんでっていうのもあってね。まあ、今までの価格維持、もしくはちょっと下がってるぐらいというようなね、感覚で見ていただければと思いますので、ぜひね、進んで買い物していただけると嬉しいかなと思います。私もね、ちょこちょこバングッドさんでね、買い物してて、最近あの、ミルクのね、泡作るやつ、ミルクフォーム作るね、やつのね、ポットみたいなの買ったんですけれども、まあ、めちゃめちゃ綺麗なきめ細かい泡で、 コーヒーが美味しく進むな、みたいな感じでね。僕もね、円安気にせず、バングツズさん、ドルで安いからね。えー、ねそういうので、考えて買っております。じゃあぜひね、皆さんも買っていただければなと思います。じゃあね、いろいろ商品紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、まず一つ目になります。アヤンのオーディン・ツー・プロ。 プロ版ですね。プロ版になります。えー、こちらがね、あの、リクエストで一番多かったんですよ。これね、半分ぐらいの人が、えー、リクエスト、えー、かけてくださいと。えー、寝、ね、寝やせ、下げしてくださいというような感じのお話をいただいておりましたんで、えー、そのままバングットさんにぶつけたところ、えー、下げしてくれました。で、こちらのクーポンコード、20代限定です。20代限定。もうかなりね、えー、お安くなっております。20代限定でこちらのクーポンコードを入れることによって、 で6万7円とということになっておりますもちろんこれも為替の変動によってね、チラチラとね、動きます。数百円くらい動くと思いますけれども、まあ、6万7千円台ということで、かなり買いやすくなったかなと思います。前回はね、7万円台だったんですよ。7万2千とか7万3千円とかだったんですけども、5千円くらい一気に安くしてくれました。えー、非常にね、このオーディン2はね、あの、皆さん買った方も多いと思うんですけど、クラファンでね、非常にいい機種です。 で、トジェン2搭載のパワフル系機種になります。で、アンドロイド界隈では今のところ最強のゲーム機といったところで、まあ、あ大きいしね、画面も大きいし見やすいっていうのもあるし、あと形もね、すごくかっこいいと、スタイリッシュな形してていいといったところです。非常にね、2作目ということで完成度もね、オーディンツオーディン自体が、ね、2作目ということなんですけども、えー、非常にね、あの、作り込みもね、あの、ビルドクオリティも高いといったところで、非常にいいゲーム機にな なっておりますで、ただしね、アンドロイドゲーム機なんで、初心者にはちょっと難しいかもしれないんですけども、勉強する教材としてね、えー、ぜひね、こちらの方、えー、ね、試してみるっていうのが楽しいかななんて思います。これね、めちゃめちゃもし売れたら、私の方で、あのー、イントロダクションというかね、扱い方のね、えー、説明なんていうものを考えていこうかなと思ってます。売れればですけどね、まあ、売れないなら、あんまり多分そんなにニーズないのかなと思っちゃうんでね。はい、といった感じなので、ぜひね、えー、 あの、アンドロイドゲーム機、初めて買いたいっていう方はこちら、買うと間違いないです。もうね、プレステ2、サクサク動きますんで、もうこれ買っとけば間違いないと思います。ぜひね、ちょっと高いんですけども、これね、しょうがないです。チップがいいチップ搭載されてますから、えー、このチップでこの価格って安いと思います。めちゃめちゃ安いと思いますんで、ぜひね、この機会にご購入検討してみてください。いや、音色展開になっておりますんで、クリアブルー、クリアパープルとかね、ここら辺おすすめだったりします。僕も買おうかな、これね、もう一台ね。えー、ちょっと考えております。 是非ともといった感じです。 はい、じゃあ続きまして、これもね、アンケート取ったら第2位でしたね。あの、値下げ希望第2位ということで、アンバーニック RG556 になります。こちらもね、公式よりね、かなり安くしていただいております。公式はね、SD カードなしで3298円だったりするんですけども、バングータさんこちらのクーポンコードで22800円とかね2万、SD カードついても29000円と、3万円切ってるんですよね。で、なおかつ、ゴロだとね、公式とほぼ、 ちょっっっととと高いいいいいいいぐぐららでねのの SD カードついててだたた公式トトントンぐらいといった形の価格帯になっております非常にね、安くしていただきました、こちらもね。で、こちらのゲーム機はね、Android ゲーム機なんですけれども、えー、u k l 搭載してて、なおかつ SD カードセットで買うとね、システムが最初から構築されてて、かなりね、遊びやすくなっております。あのー、ね、今こちらのね、ファンクションボタンみたいなのを押すと、専用のランチャーが立ち上がって、 で、そこからね、ゲーム機のライブラリー化されてるという状態で動きます。あとね、カラーがね、すごい綺麗です。僕もね、これ持ってるんですけど、クリアブルー。めちゃめちゃ綺麗ですよね。うん。思ってた以上にね、プラスチックの質も良くて、やっぱアンバーニックさんワンランク上行くね、そんな感じのね、ビルドクオリティだったりしますんで、非常にかっこいいしね、UKL ディスプレイで綺麗だし、僕はね、このね、 あの、アンドロイドゲーム機、なんて言うんですかね、えー、値段がね、ちょっとか、あのー、3万円台で買える価格帯のゲーム機としてはかなり完成度の高いね、えー、一番おすすめしてもいい感じのゲーム機だな、なんて思っております。えー、ぜひね、あの、これもね、お安くしていただいたんでね、えー、買おうか迷っている方、非常にね、買いな時期だと思いますんでね、えー、ぜひともご購入検討してみてください。 はい、じゃあ続きまして、こちらもね、おすすめしてもいい一品なんですけれども、えー、パウキティさんですね、パウキティの RGB10MAX3 ということで、こちらね、パウキティさんが一番力入れてるブランドなんですかって言うと、えー、RGB10MAX シリーズなんですけども、こちらの最新作、もうね、これもビルドクオリティね、すごく良くなりました。パウキティとは思えないぐらいのね、ビルドクオリティで、で、ただ中に入ってるチップが RK3566 チップということで、皆さん、 おなじみのね、今一番あの作られてるチップが入っているということで、えー、皆さんね、この機種は一位は持ってるかなと思うんですけど、だからこそね、あんまり売れてないというようなのが正直なところなんですけども、ビールドクオリティめちゃくちゃ高いんでね、これもね、現物ここにあります。 こんなね。K クリアブルーがね、かっこよくてね、ボタンの押し心地もいいし、5インチなんですね。ディスプレイが5インチで、で、ディスプレイも明るくて見やすいといったところで、ちょうどいいサイズ、持ち運べるちょうどいいサイズのところが、えちょうど5インチぐらいかなと思いますんで、かなりね、あの、ビルドクオリティも高くて、ほんといいゲーム機だなと思っております。かっこいいでしょこれね。裏側もね、こうやってスケルトンでこうやってかっこいいんですよ。 これね、いいゲーム機です。ぜひね、えー、まだ買ってない方ね、これもね、公式より安くなっております。えー、これ SD カード付きでね、1万1000円と、1万円ちょっとでね、このクオリティのものを買えるっていうのはね、非常に素晴らしいところだと思いますんで、バングットさん、お、これ安いなって僕思ったんでね、<laughs> これ作ってて思ったんでね、お、バングットさんすごい安くしてくれたなと思ってね、ほんとありがたいところでございます。はい、って言った感じでね、えー、RGBT Max3、こちらもお値下げ中でございますんでね、できたも もうね、もうなんていうか、r k 3 5 6 6チップもう一台買ってもいいかなと思った時は、もうこれがめちゃめちゃおすすめしたいと思いますんでね、えー、ぜひともというところです。 はい、じゃあ続きまして、パウキディさんのね、大ヒット作、X55。これがね、めちゃめちゃ売れましたね、パウキディさんの中では。で、こちらのね、80ギガ、16ギガパス、プラス64ギガの80ギガモデルがね、もう最終値引きです。もう在庫処分になっております。で、こちら、10台限定で、この価格となっております。さっきのね、あの、パウキディ r g b t Max、 RGBT Max 3もいいんですけれども、こちらさらにね、ディスプレイサイズが大きくなって、5.5インチになっているといったところです。で、5.5インチなんだけど、あの、画面がね、若干暗いんですよ。これ、バックライトがね、大きすぎて、バックライトがね、あの、画面サイズに追いつかなくて、若干暗いっていうクレームも来てるんですけれども、でもね、普通にゲーム遊ぶのには全然支障ないです。で、レトロゲームをね、5.5インチの画面で占有して遊べるっていうね、この迫力の画面、 で遊べるっていうなのがね、えー、すごく特徴的なゲーム機でほんとねそんなに重たくないですよねこれもね 200g ぐらいだったと思います、えー、重さもねそんなに重たくなくて、えー、ビルドクオリティも高くてといったところですんで、えー、非常にねヒットした作品ですのでで買った方からねやっぱ買って良かったっていうね声がものすごい上がってた、えー、そんな感じのね、えー、製品になっております、えー、こちらのやっぱりね画面大きい方がいいよ画面大きくてねしっかり遊べた方がいいよって方はこちら選択していただけたら いいかななんて思います。非常にいいゲーム機です、こちらね。はい。 はいじゃあ続きましてなんですけれども、まあ、アンバーニックさんの中でもコレクターズアイテム的なね、えー、ものかなと思います。RG アークの、ね、D の方ですね。こちら 128GB の SD カード付きのものが、えー、これもね、お安くなっておりますしてもうかなりね、最終値引きに近いかなと思います。僕ね、この機種大好きでね、この機種ね、2台買いましたね。<laughs> 好きすぎて2台って言った感じなんですけど、まあ、ちもちろんね、この白のね、えー、セガサタン、 新型のセガサターン式のね、えー、そんな感じのコントローラーもした、えー、こちらのね、RG アーク。これもね、4.4インチだったかな画面のサイズが4インチでね、結構ね、おっきいんですけれども、ただね、レトロ感ある。メガドライブ好きにはね、たまらない一品だと思いますんで、もうメガドラーの方はね、セガサターン好きの方はこちらでね、えー、ご購入いただくといいかなと。このね、セガサターンパッドに近い感じがね、ほんといいゲーム機だなぁなんて思います。ただ、黒もね、メガドライブ風でね、 いいんですよ。メガドラ風の黒。これもね、かっこいい。僕もね、見た目に惚れちゃってね、どちらも買っちゃったんですけどもね。こちらいいですよね、これもね。はい。うん、これはね、セガサターンからメガドライブと言ったところなんで、これでメガドライブのゲーム遊ぶと、 テンションが上がります。もうめちゃくちゃ上がりますんで、メガドラ専用機。これね。メガドラゲームギア専用機みたいな感じでね。え、セガのものしか入れませんみたいな感じでね。えー、楽しみたいなと。メガドラの中でもね、メガ CD っていうジャンルもあるからね。えー、かなりね、メガ CD 容量食いますんでね。メガ CD のソフト次々流し込んでね、えー、こちらで遊びたいなぁなんて思っております。で、背面6、背面じゃない、前面6ボタン式でね、よかったりします。で、メガドライブ式、セガサタンゲームが、ね、快適といった感じで、 で、SD カード付きなんで、こちらもシステムがね、えー、出来上がっております。Linux のね、システムも出来上がっておりますんで、思い出とともにね、こちらのゲーム機で遊んでいただくとね、心も満たされる。えー、このね、ゲームってね、あの、本当チップのね、 えー、スペックだけじゃないんですよ。やっぱりね、この見た目も重要でね、見た目で思い出補正されるっていったところがね、かなり、えー、もっともっと売れてもいいゲーム機だなぁなんて思います。えー、16000円台で買えますんで、えー、ぜひともといった感じでございます。はい、じゃあ続きまして、スーパーコンソール X2 Pro です。こちらはね、もうね、お馴染み。もう1年ぐらい前から売ってるかな、これね。 これね、めちゃめちゃ売れて大ヒットですね。多分、バングッドさんで売ってるやつの半分ぐらいはね、半分以上はね、僕が売ってんじゃないかなっていうぐらいね、売れてます。スーパーコンソール X2 Pro。これもね、継続的に売れております。やっぱりね、256GB の SD カードついて8000円台。前、まあ、一時期ね、6000円、5000円、6000円台まで下がったことあったんですけどね、大セールでね。あの時もめちゃくちゃ売れました。で、これがね、またね、えー、引き続き安い状態、8000円台に戻ってはいるんですけども、継続的に安いです。これ こちらね、えー、コスパがね、もう8000台でもね、コスパ良いと思いますんで、えー、ぜひね、こちらの方、まだ購入してない方ね、えー、購入して遊んでいただくとよろしいかなと思います。これね、コントローラーもセットになってるのがね。セットなんですよ。2個セットになっててね、えー、この価格。しかも SD カードついてこの価格。めちゃくちゃ安いんでね、えー、ぜひともといった感じです。動作検証はね、僕の過去動画見ていただければたくさん流れてますんで、えー、そちら見てください。セガサタンがね、結構動くかなといった感じでございます。 はい、じゃあ続きまして、M17 ですね。コードネーム M17。えー、こちらがね、最終値引きになっております。まあ、あんまりね、正直売れてないっていうのがね、正直なところ、だん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 ,だん値下げしてって、今じゃね、6000円台、5000円、6000円台で買えるぐらいまで値下げしております。で、こちらね、ほんと、設定がね、もう初心者用に優しくて、もう細かい設定一切不要なんですよ。あともうゲーム入れて、もうゲーム入れて遊ぶっていう状況なんで、細かい 細くね、セッティングが画像がとかね、細かい設定なくて、 普通に遊べるといった感じです。だからね、かなり初心者用のモデルです、これ。初心者がゲーム入れてパッと遊ぶみたいなところがね、えー、強く出ている。そんな感じのゲーム機になっておりますんで、えー、ぜひね、えー、こちらの方、お安くなっております。リナックスで扱いやすいし、ビルドクオリティも高めです。非常にいいゲーム機だと思いますし、えー、ね、完成度も高いんでね、ぜひともね、初心者向けに、本当優しい。システムが壊れにくい仕様になっておりますんでね、ポチッとね、パッとすぐ切れるというね、非常に遊び ゲーム機になってますんで、ね、えー、ぜひね、えー、こちらも最終価格になっておりますんで、まあ、この値段だったらちょっと手出してもいいかなっていうぐらいのね、えー、価格帯になっておりますんで、ぜひともといった感じです。 はい、じゃあ続きまして、今度はね、M18 になります。こちらはね、縦型ゲーム機なんだけど、画面が横に長いっていうね、面白い形しております。で、これもね、かなり扱いやすくて、今ね、手元にあるんですけれども、こんな感じで PSP ぐらいまでね、宣伝動きます。で、縦型ゲーム機なのに横型に画面が長いっていうね、なんか、あの、ダライアスとかね、遊びたくなりますよね。うん、まあ、僕の動画多分ダライアス遊んでたと思いますけれども、こんな感じになってて、今ね、パタポン起動させておりますけどもね。 でこんな感じで PSP もね、しっかり遊べますし、PSP 専用機にね、してもいいかな、ぐらいのね、感じの横の長さ具合だと思います。で、これもね、意外に結構完成度高くてね、しっかりね、グリップがついてるんですよ、縦型ゲーム機なのにね。だからね、で、しかも傾斜かかってて L2、R2 とかね、押しやすいという感じになっております。非常にね、完成度高くてね、えー、いいゲーム機です。えー、ね、なんか新しい感覚のゲーム機使いたいなって方はね、今までにない形なんでね、これもね、 お試しにするのにちょうどいい価格帯、7000円、8000円台でね、買えますんで、非常にね、 えー、いいゲーム機だなと思います。で、これもね、設定完成をしててね、あの、システム細かくいじんなくていいんですよ、これもね。最初から完成されているシステムが、Linux 側でね、えー、ちゃんとしたシステムが入ってて、しかもね、設定細かくいじんなくてもいいといった感じで、逆に言うといじれないって言ったところなんですけど、まあ、ほんとね、初心者向けのいいゲーム機です、こちらのシステムがね、初心者向けだし、で、なおかつビルドクオリティもね、こんな感じですごく良くてね、はい。 え楽しいゲーム機です。これもね、おすすめしたいと思います。えー、あんまり僕の動画で伝わなかったかもしれないですけどね。で、色もね、このね、グレー。グレーはね、今先ほど紹介したんですけど、このクリアカラーかっこいいんですよね。クリアカラーにちょっとしていただくのもいいかななんて思いますので、えー、ぜひね、えーひ、結構お安くなっておりますんでね。えー、128GB だと結構いっぱいゲーム機、ゲーム持ち歩けるんでね、えー、こちらの方おすすめしたいと思います。 はい、じゃあ続きまして、えー、トリム UI スマートプロになります。えー、こちらね、クーポン適用すると12,234円ということで、1万円ちょっとですよ。1万円前半でね、結構いいゲーム機買えるんだなぁなんて思うんですけども、こちらね、スマート、トリムスマートプロはね、かなりこれもビルドクオリティ高いです。で、L2、R2 ボタンがね、ここら辺がね、縦並びになっててね、えー、すごくあの、遊びやすいといった感じになります。で、特徴としてはね、完成度、ビルドクオリティ すごく高くてこのアナログスティック周りのねここがねライトで光るんですよもうその時点でね結構かっこいいなあなんて思うんですけれどもあとはね PSP に形に似てるっていうのもあって PSP の動作がねめちゃめちゃちゃんと動くといった感じですでシステムが入っているのが Linux OS 入っててまあ簡単にねゲームの追加とかもできますんでこれもね結構初心者にはありがたい、えー、そんな感じのゲーム機かななんて思います、えー、これぐらいのねしっかりずっしりずっしりちょっとくるんですよ。 これれれ確かかか 280g ぐらいいだっっっっったたなちょっとねね重さ的にずっしりりくくるるんんでですすすすけけどどももも画面も大きてて見や価格が安いって、ね、この価格でいいのっていうぐらいのね。えー、そんな感じのね、見た目とビルドクオリティになってたりしますんで、ぜひね、まだね、購入してない方、お試しするのにもね、ちょうどいい価格かなと思いますんで、えー、こちらまだね、買ってないって方はね、えー、ご購入いただいて、いろいろコレクターするのもね、楽しいかなと思いますんで、えー、買って損のない1台だったりします。ぜひともおす,すめします。 したいと思いますのでよろしくお願いします はい、じゃあ続きまして、ゲームサー G8 ガリレオになります。えー、こちらクーポンコートを適用することによって8102円ということで、まあ、結構コントローラーとしてはね、これぐらいの価格かなっていうの最近多いですね。で、このガリレオのね、すごいところは、このね、アナログスティック付け替えれるんですよ。カスタマイズできてね。えー、で、しかもビルドクオリティもね、すごくいいコントローラーですんで、あの、格闘ゲームの技とかめちゃくちゃ出やすかった記憶があります。ここら辺ね、えー、アナログスティックいじると サラダって自分のね、スタイルに合わせて、えー、カスタマイズできるのがこのガリレオになっております。あの、ぜひね、スマートフォンをゲーミングスマホにしたいっていう方はね、必須のアイテムだと思います。えー、ほんとね、新型のスマホを買ってきてね、これでゲーミング作った方がね、えー、ゲーム機買うより安いよって言った時もありますんでね。うん。 で、ゲームサーといえばね、コントローラーゲームの老舗ですんで、もう信頼と実績のある、えー、そんな感じのゲームサーブランドになりますんで、えー、こちらでなおかつ、ね、グリップがしっかりあって、 握りやすさって言ったところも考慮されていると言ったところなんで、僕の知ってる中でね、あのスマホのゲームコントローラーどれが一番使いやすいですかって言ったら、僕はこれが一番使いやすいと思ってます。出会った中でね。はい。まあ、そんなに出会ってないですけど、数ね。<laughs> 僕の持っ知ってる中でこれが一番ね、使いやすかったなっていう記憶なんで、ありますんで、それがね、8000円台で買えるんだったら結構安いんじゃないのなんて僕は思います。ぜひともね、興味持った方、ご購入検討してみてください。 はいじゃあ最後になります。オールドキューブ iPlay50 Mini Pro。 の、え NFE、ー、ネットフリックス多応版になります。えー、こちらはね、もう申し訳ないんですけど、値段下がらないです、これは。<laughs> これね、もう最終形態で一番いいやつだからね、こればっかりはね、値段下がらないです。もうここ数ヶ月。6ヶ月、発売して6ヶ月、7ヶ月ぐらい経つのかなそれでもね、値段下がらないです、これだけは。はい。で、こちらね、クーポンコードを適用して、2万円から2万1千円と、容量によって変わります。僕をおすすめするのはもうこれで十分かなと、SD カードでつい ができますんでえ、128GB あれば十分かなと思います。で、ヘリを G99 搭載でサクサクヌルヌル動作8.7インチで、8.4インチで、ワイドバイン L1 対応ということで完全版、ネットフリックスも綺麗に見えますと、いった感じのものになりますんで、まあね、じゅんぐりじゅんぐりスペックアップしてて、ほん最終形態と、もこれ以上のもの多分出ないと思いますんでね、ぜひね、こちら気になった方ね、買って後悔のしない1台になりますんでね、ぜひ、この方 価格値段ね、下がらないです。こればっかりはね、申し訳ないですけどもね。はい。これもね、もう、じゅんぐりじゅんぐり売れてる商品ですんで、えー、ぜひ興味ある方ね、ご購入け、検討してみてください。えー、ドラゴンクエストのね、マットハンドみたいな、ね、<laughs> 状態だと、マットハンドにタブレット持ってるみたいな感じになっておりますけどね。<laughs> はい。<laughs> といった感じでございます。 はい。ということでえ、本日はバングッドさんのゴールデンウィークセールのね、えクーポン情報を、えー、提示させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、いろいろね、安かったなぁなんて思いますけれども、まあ、特に安かったのはやっぱりね、OD がね、 かなり安くなって、まあ、安くても高いんだけどもね、元が高いからこれね、元が高いんでね、安くても高いんですけれども、ただやっぱりね、お値段以上の商品です。これね、6万円台であのスペックのものを買えるっていうのはね、かなりお安いかなと思います。あとね、M17、M18 あたりもね、かなり値段下がってきております。で、僕のおすすめのね、アンバーニック RG アークとかね、これもね、テンションの上がりゲーム機だったりしますんで、えー、ぜひともと。まあ、どれもね、いい商品ね、今回紹介してると思いますんで、 えー、興味持った方、ご購入検討してみてください。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうかな、なんて思います。えー、今日のね、紹介した商品すべて、この動画の概要欄にリンクつけておりますんで、えー、そこからリンクとクーポンゲットして、ポチッとね、えー、押していただければな、と思います。えー、ぜひね。 え皆さん、えー、ゲームライフ、正しい、楽しくね、えー、過ごせて、過ごさせて、過ごせ、もう何言ってんだかよくわかんないですけどね。はい。えー、過ごしていただければなと思いますかな。はい。ということで、今日の動画役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あとね、こんな感じで毎月毎月必ずこれやりますんで、えー、チャンネル登録の方ね、実施していただくと、えー、もうスピード、早いもの勝ちって時ありますからね、中にはね、えー。そういうのがね、いち早く情報を得られますんで、えー、ぜひともチャンネル登録を 方もおお待ちしておりますはい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。えー、楽しいね、楽しい楽しいゴールデンウィーク皆さん過ごしてください。はい、ということで、いとチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。